はい、どうもですこんにちは。ゼコです。それでは今回なんですけども、aupay カード、aupay ゴールドカードを3万円以上利用で1億ポンタポイント山分けということで、今回は aupay カードについてですね。この動画では10月からにはなるんですけども、aupay カードを利用したらポンタポイントが山分けされるキャンペーンについてお伝えします。すでに aupay カードを持っている方はもちろん、aupay カードの作成を検討されている方も必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってみましょうではですね、今回のキャンペーンなんですけども、こちらの aupay カード、そして aupay ゴールドカードを持ってる方であれば参加ができるキャンペーンということではあるんですけども、こちらのキャンペーンですね、祝 aupay カード700万会員突破感謝キャンペーンということで、結構すごいですね。700万人もね、持ってるということで、1億ポンタポイント山分けダブルチャンス、さらに抽選で100名様に7万ポイント当たるということでございます。このキャンペーンなんですけども、2021年の10月 1>, 1月の1日金曜日から11月の30日までの2ヶ月ほどのキャンペーンでございます。 ではですね、公式ページを見ていきましょうということなんですけども、今現在ですね、こちらのキャンペーンは10月1日金曜日よりキャンペーンエントリースタートと出ておりまして、まだね、このページには詳細は出てはいないんですけども、こちらのね、以前紹介させていただいた PR タイムスっていう企業さんのね、プレスリリースが出るページのところで、詳細一部出ておりましたので、紹介させていただきたいと思います。au ペイカード会員数700万人突破ということで、すごいですね、2014年から 年間約100万人のペースでユーザーが増えてるということでございます。まあ、今回はね、それを記念してのキャンペーンということでございまして、一部詳細が出ております。ここですね、概要ということで、キャンペーン期間中に aupay カード、そして aupay ゴールドカードを利用して3万円以上お買い物をいただいたお客様全員で1億ポンタポイントを山分けし、さらに抽選で100名様に7万ポンタポイントを還元しますということでございます。 で、キャンペーンに参加するためには、対象期間にエントリーかつ、対象期間中に3万円以上のカード利用が必要となります。特典の提供は2022年1月末頃予定しています。山脇ポイントの上限は、上限達成者の数に関わらず、お一人様1000ポンタポイントまでとなりますと。 ですけどもキャッシングやカードローンのご利用料金そして年会費各種手数料はお買い物額の対象外ですということですのでこれ以外のお買い物で3万以上使ってくださいということですねまあ、ですけども今回のこのキャンペーンですねとりあえずまあ、700万人のユーザーがいるということではあるんですけどもこの700万人のユーザー全員が正直なところを言うとまあ、3万円も使うかなっていうふうに思っちゃったんですよね 3万円はかなりね、大きな額にはなるので、1ヶ月分のね、食費とか、僕の場合、ちょうど1ヶ月分3万円もかかるかかからない程度なんで、結構分かれてくると思うんですよね、使う方っていうのは。でですね、それを踏まえて、今回のこの1億ポンタポイント山脇キャンペーンなんですけども、このキャンペーンに向いてる方ということで、僕なりにピックアップをさせていただいたんですが、まず一つ目は、aupay カードをもう普段からメインカードとして利用されてる方ということですね。もうこれ結構当たり前かと思います。もうすべてのね、公共料金であったりとか、スーパーでお買い物とかコンビニで お買い物とか、もうポンタポイントを集中的に貯めたい方とか、もう全部とりあえず AUPay カードで決済してますよっていう方はですね、おそらく3万円って結構サクッといっちゃうんじゃないかなと思います。まあね、携帯電話料金もそうですし、電気代とかガス代、水道代とか、まあなんちゃかんちゃすぐ行くと、行くかと思います。そういった方はね、ぜひこのキャンペーンにはエントリーして参加をしてみてください。で、次2つ目のパターンなんですけども、こちら AUPay カードを新規で作成して利用される方ということですね。これなんでかと言いますと、ちょっとこちらを見ていただきたいと思います。 それがこちらのですね。AUP カードを新規で作成した場合なんですけども、ここに新規入会ご利用特典で1万ポンタポイントがもらえるっていうキャンペーンが、 カード作成のキャンペーンとして開催がされております。で、実際にちょっとね、これをクリックすると、そのキャンペーンの詳細が出てきます。特典の条件を満たしたら1万ポンタポイントがもらえるっていうことではあるんですけども、その条件っていうのが、得点詳細はこちらっていうところをクリックすると出てきます。で、この特典っていうのは、通常の AUP カードの方は1万ポンタポイントですけども、AUP ゴールドカードの方は2万ポンタポイントということで、ここで分かれていきます。 例えば特典1の場合なんですけども、aupay カードからの aupay 残高へのチャージが10%還元ということで、通常の aupay カードの場合は上限が3500ポンタポイント、aupay ゴールドカードは上限7500ポンタポイントということでございます。まあ、先ほどの山脇キャンペーンは、キャッシングやカードローンのご利用料金、そして年会費各種手数料はお買い物額の対象外ですということなんですけども、特にその aupay のチャージすることとかに関したら、今現時点では記載がされてないので、おそらく新規で作成で、 された方はこのキャンペーン特典1の au ペイカードで au ペイ残高にチャージをするだけでもいいのかなという風に思いますしかもね上限が3500ポンタポイントなんでまたね単純計算をすると上限が3500ポンタポイント割ることの0.1 10%なんで3万5000円分使えば上限に到達するんです とりあえずね、この得点1をするだけで、山分けのね、条件自体は、もうすぐクリアしちゃうということでございます。めっちゃ簡単ですよね。あとはね、得点1が適用された方は、AUP カードのショッピング利用が5%還元。で、これが3500ポンタポイント。で、ゴールドカードは7500ポンタポイント。あとは公共料金の支払いに AUP カードを当てて、3000ポンタポイントもらえたりとか、ゴールドカードの場合は5000ポンタポイントということで、おそらくね、とりあえず得点 一だけでいけるんじゃないかなと思います。ですけども、ちょっと月が変わって、キャンペーンページの詳細が出たりして、条件が変わらない限りは、まあ、クリアはすぐできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、正直、得点一だけではなくて、公共料金とかにね、この得点三でもクリアできるかと思いますんで、ま、ぜひね、そういった方法でも試してみてください。新規で発行される方は。で、過去にですね、僕、こちらの動画をアップしております。au p a y ード r 1ヶ月使った結果はというふうな動画を出してますんで、もしね、発行検討されている方は、こういった動画を見ていただいた上で発行してみてもいいかと思います。 なといいう,うに思いますでですね、もし AUP カードを作成される方いらっしゃればですね、もうぜひともですね、ポイントサイト経由をしていただければ、めちゃくちゃお得でございます。で、紹介するポイントサイト、こちらのハピタスっていうポイントサイトなんですけども、なんでハピタスのかと言いますと、今現時点ですね、9月30日木曜日15時現在であれば、ハピタスを経由して AUP カードを作成したら、この4500円相当のポイントをゲットすることができます。ちなみにこの4500円相当のポイントっていうのは、現金にもすることもできますし、他のポイントにもこう することができます。 ハピタスからの作成方法は至ってシンプルで、これはね、ハピタスにすでに登録している画面ではあるんですけども、右下の検索っていうところをタップしていただくと、ここのキーワードを入力するところで、au というふうに入力をします。そして検索をかけると、こんな風に au で検索が引っかかったものが出てくるんですが、その中のこの a u p イカードというところをタップしていただきます。そしたらですね、新規発行で通常1000ポイント、1000円相当なんですけども、今現時点では4500円相当ということでございます。で、この4500円相当に関したら、もう日によったりとか、時間帯によったり、 とかもう正直ねこれポイント変わってきますんで今現時点ではこれなので終了している場合もありますしポイントが下がってるっていうこともありますのでそこは気をつけてくださいで作成する前にですね画面下に下がっていただくとポイント獲得条件とかいろんなねこういった注意書き出てますんでそういった内容を踏まえてポイントを貯めるをタップしていただくと僕は以前ねハピタスを経由して AP カード作ってますんでこんな風に過去に利用されておりますっていう風に出てますもしね利用されてない方はこれが特に出ずに画面をそのままね進むとこういった英 ペイカードの作成画面に変わりますすでそうういいいいいった感じににね作成をしてみてみもいいのかなというふうに思いますまあ、そんなこんなで今回は AUPAY カードが700万会員突破感謝キャンペーン1億ポンタポイント山分けキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ正直ね、今回のこのキャンペーンに関したら山分けなのでまあ無理に参加する必要はないのかなというふうに思います。 なので、先ほどお伝えしたような、もうメインカードとして、まあ普段からね、利用されている方はもちろんですし、新規でね、発行された方で、新規のキャンペーンと組み合わせてね、参加される方はですね、今みたいな方法で参加してみてもいいのかなというふうに思います。そして、参加される方はですね、10月に入ったらエントリーができるみたいなんで、それも忘れずに参加してみてください。で、先ほどお伝えしたポイントサイト、ハビタスの登録、まだの方いらっしゃいましたら、こちらもね、概要欄に登録リンク貼っておきますんで、まだ登録されてない方はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、 本日の動画は以上ですごち聴どうもありがとうございました